どうやって体型を元に戻したか、日常の子育てをエクササイズにしています。女性の振り袖って言われるこのタコンタコンのところとかにも効いてるねっていうのが。こんにちは、熊田陽子です。現在7歳、4歳、1歳の3姉妹を育てているママです。今までジムやエステに通っていませんでしたし、これからも誰が行く予定がありません。カメラですが、どうやって体型を元に戻したか、それは日常の子育てのエクササイズにしています。ですので食べれる普段やっているエクササイズをご紹介します。例えば抱っこ、ママは一日のほとんど抱っこしてるんじゃないかっていう時期もあったりすると思うんですが、この赤ちゃんを抱っこするという行動も、おお動きましたよ、あったエクササイズにしましょう。今もですね、今例えばしゃがむ時もこうやって前かがみになってしゃがむと赤ちゃんも危ないですし、腰を痛めてしまうので、何か物を拾う時はスクワットする気持ちでこのままももを使ってしゃがみます。よいしょ、言うとかなり、あ、こんな可愛い、おお、だいぶ落ちたよ、おお、あー、いらない、いらない、ありがとう、入れ直していい？そう、食べにくかった？もう落ちてないから、よし、いる、あ、うん、なのでスクワットする感じで物を拾う、落ちたボールを、よし、こうすると物を拾うのもスクワットになります。そして肝心の抱っこですが、抱っこはいろいろみんな癖があって、私の場合右手でいろいろ、右利きなので右で用事を済ませるために左で抱っこすることが多いんですが、こういう向きが多いんです、ほとんどなんですね。なんですが、この手を例えば赤ちゃんをちゃんと両手で片方の手で支えて、この支えになっている腕をひっくり返します。こうです。そうすると使っている部位が変わったことに気づくと思います。こっちだとこの使っているのがムキムキ、腕の外側の感じですね。それがひっくり返すと、この女性の振り袖って言われるこのタコンタコンのところとかにも、あ、効いてるねっていうのがわかると思います。そうだよね、うん、なので、抱っこもエクササイズになると思うので、ちょっと気がついた時に腕をひっくり返して腕のエクササイズをしてみてください。うん、美味しかった、バイバイ、あ、おりこ、バイバイ、ピュッ、あ、オン、ポス、オンス、せーの、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンを押してくれたらさらに嬉しいです。